ねえねえ、きょうちゃん何してんの？うん、来月しょうこちゃんの誕生日だと思ってさ。もう誕生日のこと考えてくれてるの？嬉しい、ゆうちゃん。プレゼントか、何もらえるのかな。当日までの秘密だよ。楽しみにしててね。うん、期待してる。でも、それってまさか。まさか？あ、当日何なんだい？どうしようかな、うん、あ、ちょっと待ってて、うん、小泉さん、もしもし。おう、翔子くん。久しぶり。元気にしてたか。お久しぶりです。小泉さんの方こそお元気ですか？まあ、なんとかやってるよ。急に電話しちゃって悪いね。いえいえ、あの、どうかされたんですか？いやね、翔子くんにちょっと相談があってね。相談ですか？はあ、実はね、そのうちの会社かなりピンチなんだ。このまま行くと年を越せないかもしれない。はい。そこで相談があるんだが、昔みたいにまたうちのイメージビデオに出てくれないかな。え？イメージビデオですか？いや、それはちょっと小泉さんの頼みでも。それに私もう引退してますし。いや、それは分かってるんだよ。もう一本限りでいいんだ、翔子君のイメージ作。しかも復帰作だったらもう間違いなく売れるから。うん、それでうちの会社が持ち直すきっかけになるから。小泉さん、翔子君にしか頼めないんだよ。頼む、人助けだと思って。あの、すぐには返事できないのでちょっと考えさせてください。いい返事待ってるよ。翔子ちゃん、何の電話だったの？うん、ちょっと昔お世話になった人から。私、ゆうちゃんと付き合う前にイメージビデオとか出てたの知ってるよね？うん。そこの会社が今大変なんだって。だから一本だけでいいから私に復帰してみないかって。そうなんだ。その人には昔からお世話になってるし、助けてあげたい気持ちはあるんだけど、でももう引退してるし断った方がいいよね。翔子ちゃんはどうしたいの？私はお世話になっている人が困ってるなら助けてあげてもいいんじゃないかな。もし僕に気兼ねしてるなら気にしなくていいよ。ゆうちゃん、ありがとう。
翔子くん、今回本当にありがとう。いくら感謝してもしきれないよ。小泉さんにはお世話になりましたから。でも本当に今回限りですよ。ああ、翔子くんの復帰作品をきっかけにうちも立て直すよ。あ、そうそう、これ今回の企画書ね。監督と二人きりの撮影なんでしたね。ちょっとプライベート感がある感じにしたくてね。ちなみにどんな方が撮ってくださるんですか？もうそろそろ来るんじゃないかな。翔子くんのよく知ってる人だよ。知ってる人？すいません、ちょっと遅れました。お、来た来た。お、翔子もう来てたんだ。久しぶり。ケイタ、どうしてここにいるの？どうしてって、今回の企画の監督は俺だから、よろしくね。はあ？嘘でしょ？小泉さん、本当なんですか？小泉さん、私と啓太のこと知ってますよね？確か2人は付き合ってたんだよな。でももう昔のことだし、いいじゃないか。よくないですよ。私どれだけこの人のせいで傷ついたか。しかも2人っきりで撮影なんて絶対に無理です。翔子くん、そこをなんとか頼むよ。君たちにしか頼めないんだよ。お願いだから助けてくれ。頼む。小泉さん、あ、やめてください。頭上げてください。ほら、小泉さんもこれだけ言ってんだから。俺もあの頃のことは反省してるからさ、俺からも頼むよね。今日打ち合わせだったんでしょ？どうだった？あ、うん、うん、どうってことないの。内容だったよ。うん、あ、でも撮影日が私の誕生日と被っちゃって、ごめんね。そうなんだ。まあ仕事ならしょうがないよな。お、それ撮影の企画書？ちょっと見せてよ。あ、ちょっと、こんなの適当なことしか書いてないから面白くないよ。あ、それより夜の準備するね。ちょっと待ってだから忘れ物とかしちゃいそうで。あと、あ、歯ブラシ忘れてた。
二人きり。歯ブラシ持ったし、あとは翔子ちゃん、今日の撮影って